here with Hanako Shibuno after her first round today. If you do have a question, we'll be able to get to you. You can unmute yourself at that point, but please remember to keep yourself muted. We will start with some questions here in the Media Center. お疲れ様でした。お疲れ様です。今日はバーディーバーディーのスタートで、はい、目標は、まあ、アンダーパーで回れましたが、はい、とりあえず、まずは振り返っていただけますか。まあ、本当に今年一番いいゴルフができたんじゃないのかなと思って、まあ、出だしのバーディーバーディーはすごいびっくりはしたんですけど、最後まで粘って2アンダーで回れたのはすごい嬉しかったです。ティーショットも、かなり安定していたかと思うんですけども、はい、まあ、ラフからでも、はい、おっしゃっていたグリーンを捉えたようにも思いましたが、その辺はショットという観点でいかがだったでしょうか。はい、まあ、長いところに入った時は本当にどうにもならない状態だったので、アプローチ勝負、パッティング勝負だったので、それも全部は決めれなかったですけど、何個かはパーをセーブできたので、まあ、そこに関しては今までとちょっと違うのかなっていう収穫はありますし、ドライバーに関しても曲がり幅がかなり少なくなってきてると思うので、そこに関してはすごい、まあ、ちょっとずつ前進してるなと思いました。メジャーなので、緊張感という点ではスタートはいかがでしたか。まあ、やっぱり最初のティーショットがどうなるかっていうのはすごい緊張はしていたんですけど、本当にまっすぐ飛んでくれたの でバーディーチャンスついてバーディー取れて、なかなかもう本当に久しぶりに3つともいい、自分が想像していたイメージ通りのショットが打てた、パットが打てたなと思います。その辺はやっぱ流れを作る意味ではスタートのホールというのは大きかった、はい、そうですね、大きかったですね。最初のバーディーでそのセカンドの抑えのショットだったので、抑えのショットだったら今日はちょっといいかもしれないなっていうのが、まあ、思えたので、その分、まあ、大きいクラブで打つっていう選択肢も増えたので、最初のバーディーでかなりいろいろと、まあ、頭を使いながら回ってました。クロスハンドで今日はされたようですけども、はい、その辺についていつから、はい、前衛予選落ちして3日目4日目の練習の時からずっと練習はしていたんですけど、かなり速いグリーンだったので、やっぱりラインを合わせたり、まあ、今までの自分は強気のパットだったので、なかなかちょっとその合わないんじゃないのかなって思ってたので、で逆ハンドで練習をして、クロスハンドで練習をして、で2週間アメリカで18ホール回りながら練習していた中で、まあ、このかなりなんだろう、マッチしてくれたなっていうのは思ってて、長い距離も結構距離感も合ってくれてましたし、個人的には良かったんじゃないのかなと思います。All right. Well, if you would like to ask Hanako a question, you can unmute yourself at this moment. Any other questions for Hanako? Oh, we have one from Suzuki. お疲れ様です。振り切るっていうことを、はい、昨日では伺ってたんですけども、はい、その点は今日はいかがだったんでしょうか。まあ、途中まではすごい頑張って振れてたんだなっていうのはありますし、ドライバーも特に怖がらず振れてたと思いますし、アイアンに関しても良かったと思うんですけど、やっぱり途中途中でちょっとブレた時にだんだん自信がなくなって、で8番の、まあ、ちょっとダフリのショットだったり、ティーショットが右に出ちゃったり左に行っちゃったりっていうのはあったんですけど、その中でもやっぱりその後で頑張れたので、まあ、振り切ることに関しては、まあ、良かったのかなって思いました。その良かったっていうのは
まあ、それは、何が良かったんでしょうか。なんかその心理的なものなんでしょうか。まあそうですね、2週間青木コーチが、まあ、日本に帰っていたので自分で考えながら練習するっていう、まあ、スイングに関しても自分で頭を使いながら自分の意識で練習するっていうのをやってきていたので、まあ、その点が良かったのかわからないですけど、まあ、今回も自分の意思と同じようにイメージ通りに触れてた回数が増えたので、まあそのやっぱりちょっと反応しちゃって浮き上がっちゃったりとかそういうところもあったんですけど、それが毎その一ホールで、ティーショットもセカンドショットも続くってことがなかったので、そこはまあ今までとちょっと違うところかな、前衛までと違うところかなっていうのは思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。ナイスプレーでした。ありがとうございます。あの、クロサンドのことなんですけど、はい、過去にクロサンドプレーされてたの、はい、プロに入ってからありますか？ないです。今まで一度もないですね、ジュニア時代も。うん、結構大変な決断だったと思うんですけど、なんか試合に、はい、不安とかその辺はご自身でも決められて、はい、っていう感じだったんですか？そうですね、まあ、たまに遊びで練習の中で遊びでクロスハンドでちょっと打った時にあれ思ったより転がりいいなっていうのを、うん、まあ、だいぶ前から思ってて、でそれをちょっと秋コーチに話をしたら、それ俺も思ってたんだよねっていうように言われて、でそこからじゃあちょっとクロスハンドでやってみてもいいですか、うんうん、っていう話から、まあ、私からしたので、まあ、前衛の時予選落ちした土日から練習を始めて、で2週間アメリカで練習やってたんですけど、もう最初の方とかはかなりパンチが入ってしまう感じだったんですけど、練習する中で距離感もしっかりつかめてきて、やっぱり何よりも自分のパターンの癖で頭が動いちゃったり肩が左肩が上がっちゃうっていうことがクロスハンドにすることでなくなるので、結構平行に保ってれる分やっぱり自分の思った通りに転がってくれるっていうのがあるので、今回はそれを18ホール実践して、まあ、かなり良かったんじゃないのかなっていうのは思いました。やっぱり今日そのパッティングの面でいうと一番は8番の6メートルぐらいのですか？はい、あれすごい読みにくかったんですけど、自分の思った通りのラインに出て、そこからは傾斜の感じで転がってくれて入ってくれたので、まあ、あれは今までの打ち方だったらきっと入ってないんじゃないのかなっていうのは正直思いました。あれすみません、ラインだけ教えてもらってもいいですか？あれは最初がフックで最後スライスだったかな、多分逆かもしれないですけど、スネークでした。ありがとうございます。ありがとうございます。 Thank you. Any more questions? お願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。率直な今の気分はどうですか？ちょっとほっとしたとかそういう感じですか？やっと今年アンダーが出たなって、もうまあ、ボギーは2つありましたけど、やっぱりパー5で3つもバーディー取れたっていうことだったり、まあ、3パット打ってないことだったり、まあ、パーオン率は上がったかどうかちょっとわからないんですけど、微妙な距離とかが入ってくれたことが今までとは違いますし、ショットに関してもそうですし、まあ、だいぶ、まあ、だいぶではないな、ちょっとずつ良くなってきてるんじゃないのかなっていうのは今日のラウンドで思いました。もう見てても本当にそういうふうに思いました。ありがとうございます。前衛の向こうのいる時まではドライバーは良かったんだけど、アイアンになかなか分からないっていう、はい、はい、この、ね、アメリカに来てからの練習でどんなところを気をつけたって考えて自分に認識してやっぱりなんだろうな、ちょっと攻めの気持ちを忘れてた部分があったのか、
やっぱりそのアメリカ2週間アメリカにいた2週間は本当に、まあ、グリーンが早かろうが遅かろうがもうピンを狙っていく練習をしてしっかり振り切ることだったり、まあ、そういうことを気をつけてたぐらいで、あとは特にですかね、青木コーチに動画を送ったのも3日ぐらいしかない3回ぐらいしかないので、あとはもう自分で考えながらだったりキャディーの沙織さんと話をしながら、まあ、あの距離感を覚えて、でもうこの試合のために2週間はもう攻めのゴルフの練習をしてたぐらいですかね。いいですね。あの月曜日に練習ラウンドはレキシーとリディアとやったの？いや、月曜日は1人でした。あ、1人だったの？あの3人で、あ、すごい組だなって思いながら行ったら1人しかいなかったんです。あの12番でしたっけ、はい、左に入ったって、はい、ロスしてるんじゃないかなとか、はい、あのでそこから の, あのセカンドが打った瞬間ちょっと笑いが出てましたけど、はい、やっぱりかなりあの、はい、っていうかのが大変そうな、いやあれはまず見つかったことが奇跡なぐらいのかなり埋まってる状態だったので、本当にあのハンナが見つけてくれたことにもう感謝しながら、とりあえずこれはどうし多分何で打っても抜けないと思うからと思って、とりあえず思い切り振ってここから脱出することにもう精一杯だったので、まあ、それでも3打目がちゃんと乗ってくれたっていうことに関してがやっぱり良かったと思うので、まあ、ボギーにはなってしまいましたけど、最悪のダブルボギーを叩くことはなかったので、まあ、そこは、まあ、2打目に関してはもう仕方ないとして、3打目はすごい良かったなと思います。ハンナのプレーはどうでしたか？いや、あのパッティングがすごすぎて、まあ、18番で池に入っちゃったんですけど、それでもパー取って、いやす最後はボギーだったんですけど、それまではもうパーフェクト、パッティングに関してはすっごいパーフェクトだったので、見ててすごい気持ちよかったです。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。日刊スポーツの高田です。お願いします。まあ、前回の前衛と、まあ、同じメジャーではあるんですけど、はい、おそらくのびのびとプレーされて見えたんですけど、はい、均衡といいますか、あの重圧とかそういう意味ではどうだったですかね、重圧、まあ、緊張は最初のティーショットはあったんですけど、重圧に関しては正直全くないって言ってもいいぐらい、本当にあの前衛の時とは全然違う気持ちで臨めてると思います。もうそれはなんか吹っ切れたっていう感じなんですかね。あー、吹っ切れたんだと思います。もう本当に3試合ずっと予選落ちだったので、まあ2週間やっぱり自分で考えながら練習できたったり、まああのなんだろう、マネージャーさんだったり沙織さんが来てくれたので、すごい楽しく2週間過ごせたからなのか、まあ、本当に吹っ切れましたかね。あとちょっとくだらないですけど、今日なんかあんまりお菓子を食べてなかったんですけど、はい、そうですね、持ってきてたんですけどね、じゃがりことか飴とかは持ってきてたんですけど、それ以上にやっぱりあの嫌いな我慢のゴルフだったので、まあすごい集中してやってたのかなと思います。なんかご飯じゃない、お菓子にあんまり手をつける余裕がなかったです。はい、ありがとうございます。Any other questions for Hinako? All right. Any other questions here? ではあの最後に明日、はい、一日あ次のもう明日に向けて、はい、一言お願いします。明日
そうですね、まあ、気温がかなり高いので本当に体調に気をつけながらではあるんですけど、まあ、今日の2アンダーを無駄にしないゴルフができるようにのびのびとできるように頑張りたいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。Alright, I think that's it from us. Thank you all very much and thank you. Thank you.